アランウェイク出てきた、ついに。アマゾン、どこにいる？はあ、突然無線は行かれちまうし、水は引いちまうし、おかしな森だ。これは、もしや、あいつか？ケイシー、こちらはアラン・ウェイクさんよ。ウェイクさん、こちらは特別捜査官のアレックス・ケイシー。車まで案内してくれるわ。ケイシー、周りを見てくる。後で会いましょう。水が引いたのなら、新しい証拠が出てきてるかもしれない。わかった。じゃあな。アレックス・ケイシー。アレックス・ケイシー。まだ、闇の世界にいるのか。いや、ありえない。そんなはずは。ああ、ウェイクだ。ああ、あんたの本に出てくる探偵が俺と同じ名前だな。最高だ。進むぞ。車まで少し距離があるぞ、ウェイク。少し落ち着いてから移動しよう。ちょっと調べようって。周りを見てみましょう。水が引いて、もっと手がかりが見つかるかもしれない。うん。水は何の前触れもなく突然消えた。教会駅と何か関係してるのかしら。ナイチンゲールとも。おお、ウェイクと再会したぜ。なんかあったぞ。原稿だ。危ね。彼はずっと作家の後を追っていた。彼が軽蔑した作家、ヘミングウェイ、ブコウスキー、ウェイク。逃がしはしない。見つけてやる。思い知らせてやる。お前は終わりだ。彼はトンネルの中へと降りていった。暗い都市から闇の太陽へと。次の駅はカルデラストリート駅だ。何かの存在がガラガラと通った。列車ではない。ホームの上で影が形を変えた。作家のカルトはそこで彼を待った。言葉の教団。ある信者が体を寄せた。彼の言葉を胸にしまってる。彼がいいというまでお前を湖に入れない。彼は捕まり殺されるだろう。彼らは彼を捕らえた。彼らは彼を捕らえなかった。彼は像の中から生まれ変わった。彼はそこにいたが復活した。照明のスイッチを探しに出かけた。やばいやばい。これナイチンゲールのことだろう。ああ、だね、ナイチンゲールの話だね。こういうことね。え？おおおお。光に入ろう、とりあえず。ごめん、ナイスエイム。おー、やべ。まだ死なねえのか。獣は聞いてねえぜ。おし。ああ、マジかよ。まあ行くよね。明らかに警告。活動検知 AWE 自称進行中。コールドロンレイク。 AWE ってケイシー、 FBC って何をするところなの？ニューヨークの後、俺がここで捜索を始めた時、奴らが出てきた。彼に関するファイルを見せてもらおうと掛け合ったが、なしのつぶてだったよ。奴らはよく不可解な事件に顔を出してくる。そしてここに奴らがいて、俺たちは例の作家を見つけた。そう来たのさ。か。
車った。早く帰ろう。オッケーオッケー。ウェイクさん、ブライトフォールズの署まで送ります。改めてアランウィークと会えたかな。しましょう。ねえママ、先に言っとくけど私は大丈夫。パパもママに言わないでよかったのに。ローガン、何も連絡が。どうしたの？大丈夫よ、ちょっと転んだの。死んじゃうとかそんなんじゃない。パパと代わって。うん、分かった。びっくりした、今ちょっと会話パパ会話が噛み合ってないかと思った。心配するな、ローガンが風呂で滑って軽い脳震盪だったから様子を見てる。俺が気づかなかったら溺れていた。なぜ電話をくれなかったの？したよ、繋がらなかった。ローガンは大丈夫だ。そっちはどうだ？疲れてるようだが。ローズの言ったようになってる。いや、これは変な事件だったのよ。じゃあヒントをあげよう。ボードゲームでの経験からすると犯人はマスターの大佐だ。そいつを探しておく。それじゃあね。それじゃあな。ローガンと話すか？愛してると伝えて。なんだなんだ。どういう状況？ウェイク。誰か連絡を取ってほしい人はいる？奥さんは？とても長かったから。いや、いや。え、ダメ？みんなを巻き込むのは。ええ。話を変えましょう。ロバート・ナイチンゲール、知ってる？2010年にいたはずよ。闇の存在に支配され、それから彼は13年だと。クソ。原稿だけど、表題のようなページを持っていたわね。リターン。発売しそうだけどな、してないのか。作者の名前がぐちゃぐちゃに消されている。でもあなたの名前が見える。消されて、ああジャガーに消されて、スクラッチ。この原稿はあなたが書いたの？なかなか記憶がと、とてもめちゃくちゃだ。悪夢のように。意味がわからない。光。どういうこと？Right tonight. Shin.